南ラナオ州、ラナオデルスル州は、フィリピン南部ミンダナオ島のバンサモロジチ地域に属する州である。州とは、ラナオ湖北岸の市、マラウィ。面積は3872.9平方キロメートル。人口は104四5429人。ラナオは、マラナオ語のラナオに由来し、マラナオという名も、湖の人の意味である。このように、 この地域でのラナオコの存在は大きい。南に、マギンダナオ州、コタバト州、東に、北ミンダナオ地方のブキドノン州、北に、北ラナオ州と接している。西には、モロ湾の一部であるイラナ湾が広がり州内には、ミンダナオ島で最大のラナオコがある。1918年当時のラナオ州、コタバトに王都を置く、マギンダナオ王国があった。 スペイン人植民者がラナオを1689年に探検した際巨大な湖を発見し、そこから流れ出る川の出口にダンサランという大きな町が湖北端にあることを知った。ダンサランはアメリカ保護下のフィリピンコモンウェルス時代の1940年に死となることが決定したが、死生思考は戦後の1950年となった。 1956年、ダンサラン氏は、湖から流れ出るアグス川のほとりに咲く、ユリの花が垂れているようにちなみ、マラナオン語で、もたれるを意味するラウィから取ったマラウィに改名することになった。ラナオ州は1959年に南北に分割され、南のラナオデルする州の州とは、マラウィとなった。マラウィは1980年に、マラウィイスラム氏に、 再度解明しており、フィリピンの市では唯一ムスリムが多数派を占めている。以前は北ミンダナオ地方の一州であったが、1989年の地方再編と住民投票によってイスラム教徒ミンダナオ自治地域に組み込まれ、2019年にバンサモロ自治地域に移行した。フィリピンで6番目に人口が多いムスリムのマラナオ人が住む。マラナオ語が通用している。 他にフィリピン語、セブアノ語、英語、アラビア語も通用する。ありがとうございます。